はいどうも、こっちチャンネル GT ワークのこっちです。私ちょっと前にジャクリ社製のポータブル電源1000っていうシリーズをいろいろ比較した動画作ってたと思うんですけども、今回2000シリーズも新しいモデルが出ていろいろ進化したってことですので、果たしてどんな性能が出るのかいろいろ使ってみたいと思います。で、実はこの2000っていうモデルだけでも最後にプロプラス今回のニューというふうに3種類ラインナップされてますので、それぞれ何が違うのかも簡単に説明したいと思います。でもちろんただ使ってみるだけじゃ面白くないので、いつも通り実用量や充電速度、電気の波形やあとソーラー発電とかもいろいろ試してみたいと思います。あ、左上にプロモーションタグを点灯させてますけれども、このチャンネルは実測した数値をベースにいいことを悪いことを忖度抜きに公開するスタンスを取らせていただいています。で、今回使ってみる機種や測定に使っている機器なんかは下の概要欄に詳細載せておきますので、興味がある方いらっしゃいましたら見てみてください。このメーカー相変わらずいろいろなラインナップを出してきますね。で、今回使ってみる機種がこれ、ジャクリ社製ポータブル電源2000ニューっていうやつですね。で、スペックはと言いますと、はい、容量が 2042W 時、定格出力が 2200W、 最大瞬間出力は 4400W、 バッテリーの種類はリン酸鉄リチウムイオンバッテリー、充放電サイクルは4000回以上、これ容量 70% 維持の時ですね。ソーラー充電入力が 400W、 サイズは 335×264×292mm、 重量は約 17.9kg っていう風になってます。で、この数値だけ見ても分かりにくいので、後ほど他の機種とスペック比べてみましょう。それでは中身出していきます。はい、中身出すとこんな感じですね。まず入っていたのが AC のコードだけ、もちろん日本のコンセントに刺さる形状になってます。で、付属品としてはこれだけしか入ってないですね。そしてこの紙は保証について書かれた紙ですね。それから取扱説明書で、もちろん中身は日本語なので、これ迷うことなく使えるかと思います。では他のモデルと何が違うのか比べてみたいと思います。で、2000シリーズのスペックを一覧表にしたのがこちらですね。一番左が今回使ってみるニューっていうやつで、その隣がプラス、そしてその隣がプロっていう風になってます。では一番上から見ていきたいと思いますけれども、はい、まず電池の種類ですね。これがニューとプラスはリン酸鉄リチウムイオンバッテリー、そしてプロは三元系リチウムということで、このニューとプラスがですね、リン酸鉄化することによって安全性とか寿命が高まっているという形になりますね。そしてその下、容量なんですけども、はい、プロがですね 2160W 時ということで、ちょっとだけプラスとニューに比べて大きいっていうような感じになってますね。で、追加バッテリーの対応なんですけども、はい、これはプラスだけが対応可能ということになってますので、この 2042W 時よりも増設したい場合はこのプラスっていう形になりますね。で、定格出力なんですけども、はい、こちらもですね、プラスが 3000W というところで他のやつより比べて結構大きいですね。で、まあこれは増設バッテリーつけれるからということで、ちょっと多めに設定されてるんですかね。はい、で、瞬間最大出力も、はい、上と同じような感じでですね、比例して増えてるって感じですね。で、サイズなんですけども、はい、これが結構違っていてですね、今回のニューっていうやつが結構小さい。で、プラスの方は増設できたりとか出力が大きいっていう特徴はあるんですけども、大きさかなり大きいんですね。で、プロと比較してみても、はい、今回のニューの方がちょっとコンパクトっていう形になってますね。それから重量なんですけども、はい、こちらですね、結構露骨に違っていて、プラスの方が 27.9kg に対して今回のニューは 17.9kg っていうことで、これ 10kg 違うんですね。
まあ、ちょっと増設パッテに対応とか出力が違うとかいうので、ちょっと同じステージで比較するには少し違うのかもしれないですけども、それでも約10キロ軽くなってるってことになりますね。それから比較的軽い特性を持っている三元系リチウムと比較しても、はい、これ2キロ軽くなってるということですので、今回軽量化かなり頑張ってるっていうモデルになりますね。そして AC100V の充電時間なんですけども、はい、これプラスもプロも同じ2時間となっていて、今回のモデルは最速で 1.7 時間ということで、まあ、もともと2時間でも早いんですけども、それよりもさらに速くなってますよっていうのが今回のモデルですね。そしてソーラー入力なんですけども、はい、こちらですね、プラスが 1400W まで入れれて、プロの方が 1200W まで入れれるというのに対して、今回は 400W ということですので、大量にソーラーパネルをつなげるっていうのにはあんまり向いてないかもしれないですね。そして充放電サイクル数なんですけども、はい、これはもう当たり前ですけど、リン酸鉄リチウムを使っているニュートプラスが圧倒的に多い4000回というところで、まあ、プロの方は三元系リチウムなので1000回ということになってますね。で最後に EPS、UPS 無停電装置なんですけども、はい、これはですね、プロの時はなくて、プラスの時にあり、でこれ20ミリセックで切り替わるということで、こちらですね、今回のモデルも同じ20ミリセックで切り替わるということになってるんですけども、実は若干違っていてですね、今回のモデルは UL1778 認証済みということで、正式に無停電装置っていう風に認められてるってことになるんですね。というわけで性能は変わってないんですけども、正式に認証を受けたモデルっていう風になりますね。はい、でいろいろ比較してきたんですけども、まとめるとですね、今回のニューっていうモデルはとにかくコンパクトになっていて、軽量化が進んでいて、充電速度も速くて、無停電装置も認証済みのものになってますよということで、単体で使うのであれば、これかなりコンパクトで軽量なモデルということになりますね。で、これまた用途は違うんですけども、どんどん増設したいよとか、一回に使える出力がいっぱい出したいよとか、大容量ソーラー充電したいよっていう場合はですね、こっちを選ぶといいかもしれないです。はい、じゃあ早速本体見ていきますかね。まずは正面からですけども、真ん中に液晶ディスプレイがあって、で中央が残量パーセント、左側が入力電力、右側が出力電力。で今消えてますけど、右下にあと何時間使えるかの目安が出るようになってます。で左の方に行くと、はい、DC12V 系の出力がついてます。下に行くと USB ゾーンがあって、Type C 形状が2口、Type A 形状が1口ついてます。そしてその右に行きますと AC のコンセントが3口ついてます。そしてこれは LED 照明で、ボタンを押すたびに点灯、強点灯、 SOS 点滅、消灯の順で切り替わっていきます。ちなみに途中で長押しするといつでも消灯することができます。で横見てみますと、はい、通風口があるだけで他には特に何もありませんね。そして背面側に行きますと、はい、シールが貼ってあるだけで何にもないですね。そして逆サイドの側面を見てみますと、通風口があるのは同じなんですけども、その下に、はい、AC100V の入力と DC の入力ポートがついてます。で上側なんですけども、はい、物を置いてくれと言わんばかりの平らですね。そしてハンドルは収納式になっていて、こんな風に起こして使います。うん、本体へこまして持ち手つけたりするとどうしてもスペースが無駄になっちゃうんですけど、折りたたみハンドルだとそこら辺まで削減できてコンパクトになっていいですね。で全体的に丸っこいデザインしているので、これ角から落っことしても衝撃に強そうです。ここら辺は以前使ってみた潜入と同じようなデザインです。そしてこいつ、スマホに接続することができるようになってます。で今事前に接続された状態ですけども、はい、画面に表示されたアイコンをクリックしますといろいろ表示されましたね。
で、何が表示されているのかと言いますと、バッテリーの残量やその状態、あとは入力電力や出力電力が表示されているって感じになってますね。で、この下に並んでいるアイコン、ここで DC や AC の出力をオンオフすることができるようになってます。そしてその下に LED ライトを制御するスイッチがついてます。そして一番下はディスプレイが暗くなるまでの時間を調整することができるアイコンですね。で、右上の設定ボタンを押しますと、はい、いろいろな設定項目が出てきます。で、ここに気になる緊急充電モードっていうのがあるんですけども、前回の機種にもありました緊急時の超高速充電モードですね。もちろんこれも後で実際に使ってどんな感じか見てみたいと思います。で、この充電速度設定では充電の速度を切り替えることができて、ゆっくり静かに充電するっていうこともできます。で、その下にパフォーマンスの設定っていうのがあって、電力消費と充電容量を制御するって書いてますね。そしてこの省エネモードでは無負荷や負荷が小さい時に電源をオフにするっていう機能ですね。そしてその下の自動オフ時間っていうのは電源が切れるまでの時間を調整できるっていうとこですね。で、このデバイス仕様っていうとこを見てみると、はい、スペックを見ることができます。で、よく何ワットまで出力できるのかとか忘れちゃうので、これ見れると便利ですね。それからこのユーザーマニュアルっていうとこを押しますと、はい、取扱説明書がそのまま読むことができるようになってます。で、全体的には前回使ってみた1000プラスとほぼ同じですので、機種が変わったとしても迷うことなく使えるかと思います。次は一体こいつ何がどれだけ動くのかやってみたいと思います。まずは USB ですね。ここに適当に線をつないでみます。まずは USB Type-C をスマホに接続して、はい、充電できてますね。次は10インチくらいのタブレット、これも差し込みますと、はい、電気がついてちゃんと充電できてますね。で、これは充電式折りたたみ扇風機、これ最近買い替えたやつなんですけど、コンパクトに折りたためるだけじゃなくて電動首振り機能やタイマーもついていて、家で使うのにも使い勝手がいいですね。で、ここに接続しますと、はい、充電されてるって感じになってますね。はい、ではこの時の消費電力はと言いますと、はい、約 25W。 うん、まだまだ全然余裕ですね。次は 12V 系ですけども、使ってみるのはこれ、ポータブル冷蔵庫です。こいつマイナス20度まで冷やすことをできます。これを DC の差し込み口に差し込んで、はい、ちゃんと動いてますね。では冷蔵庫を追加したら何ワットになったかと言いますと、約60ワット、まだ余裕ですね。次は寒い季節に欲しくなる電気毛布です。これをのれん分けコネクター使って差し込みますと、はい、音はしないですけど電源入りました。ではこの状態で消費電力何ワットかと言いますと、約77ワット。で、次につなぐのはポータブルスポットクーラーの換気くんです。で、コンプレッサー積んでる機器って結構動かせないポータブル電源多いんですけども、果たしてこれは動かせるかなと。では電源入れています。はい、だんだん音が盛り上がってきましたね。うん、ちゃんと動いてるみたいです。じゃあこの時の消費電力はと言いますと、はい、約160ワット。うん、まだ余裕ありそうですね。次につないでみるのが超小型セラミックファンヒーターです。それではこいつを最大電力で駆動します。ではこの時の消費電力はと言いますと、はい、約1150ワット。うん、まだ大丈夫そうです。次につないでみるのは家庭用カーボンヒーター。では電源をオンにしまして、はい、最大で運転します。
ではこの時の消費電力はと言いますと、はい、約1850ワット。まだいけますね。で次につがいてみるのがこのカーボンヒーターで、これかなり省電力なモデルなんですけども、200ワット400ワット切り替えて使うことができます。それではこれを400ワットにセットして、この時の消費電力はと言いますと、はい、約2240ワット。若干定格オーバーしちゃってますけども、うん、しっかりスペック通りの出力が出せてます。というわけでいろいろつないできたんですけども、まずはポータブル冷蔵庫と電気毛布、そしてポータブルスポットクーラーの感激くんで、マックス駆動のセラミックファンヒーターで、マックス運転の家庭用カーボンヒーターで、400ワット駆動のカーボンヒーターで、 USB 機器がスマホとタブレットと折りたたみ扇風機。今これら全部の機器がこのポータブル電源1台で全て動かせてますね。うん、さすが大容量大出力モデルだけあって、いろいろ接続しても余裕で動かすことできています。次は騒音測定してみたいと思います。で今ファンが高速回転する大電力で動いてるんですけども、この状態で1メートル離れたところからの騒音はと言いますと、約46デシベル。騒音レベルとしては閑静な住宅街の昼や図書館内と同じくらいの騒音値です。ちなみにファンの排気口がある方向からも測ってみたんですけども、約47デシベルということってあんまり変わんないですね。試しに最大電力の半分くらい、約1200ワットで稼働した時の騒音はと言いますと、はい、約41デシベルっていうことで、ほとんど音聞こえないです。ちなみに何もない部屋の暗騒音は約39デシベルです。はい、じゃあ次は AC100V のところから本当は何 V が出てるのか測ってみたいと思います。で、使うのはこれ、ちょっとごっついテスターです。これを挿して測ってみますと、はい、約 100V。というわけで日本のコンセントと同じ 100V ですので、これ安心して使うことできますね。はい、次はですね、 100V から出ている電気の波形を測ってみたいと思います。で、使うのはこれ、オシロスコープですね。で、電気の波形は大きく分けると、制限波、疑似制限波、矩形波っていう3種類があって、制限波っていうのが家庭用コンセントに来てるような綺麗な波で、疑似制限波と矩形波はなんとか制限波に近づこうっていう風に頑張ってるような波形ですね。で、制限波はほぼ全ての電化製品使えるんですけど、疑似制限波や矩形波は結構使えない家電があったりします。特にコンプレッサー積んだ電動機なんかに矩形波を入れるとぶっ壊れる可能性が高いので注意が必要です。では早速 AC100V の電源を入れています。はい、波形が出てきましたね。では拡大してみますと、はいはい、かなり拡大したんですけども、うん、変なデコボコとかなくて非常に綺麗な波形になってますね。で、まあこれだけ全体的には綺麗な波形が出てますので、大概のものは問題なく使えるかと思います。で、下の方に出ている数字が周波数ですので、はい、今 50Hz が出力されてるって感じですね。で、もちろん 60Hz にも切り替えること可能です。
で、こいつ無停電装置がついているので、その切り替え速度測定してみたいと思います。ちなみに無停電装置って何なのかと言いますと、普段は壁コンセントから電力を取っていて、停電した瞬間に内部の電源に切り替えて、停電してもそのまま使い続けることができるっていう機能ですね。で、参考までに蛍光灯を取り付けて光らせておきます。はい、で今壁コンセントから給電されている形なんですけども、この状態でコンセントを抜きますと、はい、パッと見蛍光灯の方には変化なかったように見えますね。で今ポータブル電源から電気が給電されていて、切り替わった瞬間はと言いますと、はい、この波形が変になっているとこですね。ではここの間隔を測定してみますと、画面左下の一番上の項目デルタ X を見るんですけど、約 9.4 ミリ秒で切り替わってるってことになってます。というわけでスペックの20ミリ秒以下っていうのでちゃんと切り替わってますね。ちなみに復帰する時の秒数も測ってみたんですけども、11ミリ秒。先ほどと比較すると若干遅いですけれども、十分に速い速度で切り替わってますね。はい、次は AC100V の実用量測定してみたいと思います。で、測定に使うのはこれ 100V 用の電力量計です。電気を使う製品はこれ、さっきも使ったスポットクーラー。では電源をオンにします。で、実際何ワット消費しているのかと言いますと、本体も電力量計もほぼ 100W になっています。ではこのまま時間を置いて見ていきましょう。ぼちぼち時間が経過したんですけども、排水もしっかり溜まって画面の表示も消えてますね。では最終的に何ワット時使えたのかと言いますと、 1.56 キロワット時イコール1560ワット時使えたってことになってます。あれ、スペックの容量に足りないじゃんと思った方いらっしゃるかと思いますけれども、バッテリーは完全放電してしまうと傷めてしまうので、途中で止める安全装置がついてます。それからバッテリーの電気を DC から AC に変換するときの変換ロス、電圧を変える際の変換ロスも入りますので、実際に使える電力量はスペックより小さくなることが多いんですね。で、最終的にスペックからの変換効率を計算すると約 76% をで、世の中 70-80% っていう製品が多いので、 76% はなかなかな数値かと思います。次は大電力を出力した時に AC100V 何ワット時使えるのか測定してみたいと思います。で、大出力モデルって結構大きなインバータを積んでいるので、省電力を長時間使うのにはあまり向いてない可能性があるんですね。で、電力を消費する機器は 1200W で充電する別のポータブル電源です。ただちょっとそれ動かせなかったので、コンセントだけ引っ張ってきてます。ではコンセントを接続しますと、はい、一気に電力が上がって、1150W ぐらい出力してるって感じですかね。それではこのまま時間を置いて見ていきましょう。はい、ぼちぼち時間が経過したんですけども、表示が 0% になっています。それでは最終的に何ワット時使えたのかと言いますと、はい、 1.72 キロワット時イコール1720ワット時使えたってことになってます。
スペックからの変換効率を計算すると約 84% です。でさっきの省電力の時が約 76% だったので 8% 約 160W 多く使えたってことになってますね。というわけでこいつを使う場合は大電力の方が多めに使うことができそうですね。はい、では次は充電実験やってみたいと思います。で充電方式は AC100V を本体に直接入力して充電するタイプですね。それでは電力量計を間に挟んでコンセントに差し込みますと、はい、入力電力がどんどん上がってってます。でこいつ緊急高速充電モードっていうの持ってますので、これオンにして最高速で充電してみたいと思います。はいはい、オンにすると 1.4kW 時くらいまでアップしましたね。では時間を置いて見ていきましょう。はい、表示が 100% になって充電完了してますね。では 100% になった時の経過時間はと言いますと1時間31分、めちゃくちゃ高速ですね。うん、2000W 超えモデルでこの速度は最速の部類に入りますね。ただ一応緊急モードってことですので、何もない時は通常モードで充電した方がいいかもしれないです。まあ通常モードでも全然早いんですけどね。ちなみに充電に使った電力量は 2.21kW 時でした。次はソーラー発電能力見てみたいと思います。で今回使うソーラーパネルは同じ着離車製のソーラーサーガ200ってやつですね。おお、結構しっかりした専用ケースに入ってますね。それではパネルをセッティングしていきます。はい、パネルをセットするとこんな感じですね。でパネルの端の方をよく見てみると、なんか黒点みたいな透明な部品がはまってるんですけども、これ何かと言いますと、太陽に向かってパネルがどの程度傾いてるかっていうのが分かるようになる黒点ですね。でどうやって使うのかと言いますと、この黒点が白い丸の枠の中に入っていればちょうど太陽に対して直角に置かれているっていうのが分かるような仕組みになってます。でもちろんソーラーパネルは太陽に対して直角に置くのが一番効率がいいので、この簡単な仕組みでそれがすぐに分かるようになってるっていうのはちょっと賢いですね。ソーラーパネル側のケーブルはこの取っ手の脇のコネクタに接続します。ちなみに無負荷時の電圧はと言いますと約 22V って感じですね。では本体にケーブルを接続しまして、はいはい、ちょっとずつ電力上がってってますね。はい、だいたい 170W くらいで今安定してますかね。それでは時間を置いて見ていきましょう。ちなみに本日の天気晴れですけども雲が多いですね。はい、時間が経って日が落ちましたのでここら辺で終了にしたいと思います。では最終的に何パーセントまで充電できたかと言いますと、はい、22%。 残量 8% から充電始めましたので約 14% 充電できたって感じですかね。でいつも影の影響を知るためにわざと影が入るところにソーラーパネルを置いてるんですけども、やっぱり影ができると急激に充電電力は下がりますね。まあここはソーラーパネル全体の特性なのでどうしようもないんですけども、ちゃんと太陽が当たっていれば 170W くらいの出力出せてましたので、ちゃんと日が当たるところに置けば
1日で約半分くらいは充電できそうですね。でこいつ入力ポート最初から2つついてますので2枚接続して400ワットにすればほぼ1日で充電完了するような計算になります。はい、というわけでいろいろ見てきたんですけども、前回の600プラスと同様、長寿命、高出力、高速充電、高安全性、UPS 等の必要となる機能がしっかり抑えられた機種って感じですね。特に2000ワット時以上の大容量なのに 17.9 キロっていう軽量化、この部分は目を見張るものがありますね。で、ぶっ飛んだ新しい機能っていうのは特にないんですけども、サイズや重量や UPS 機能等、全体的な基本性能が底上げされてる感じですね。それから UL 等の認証も取得してますので、使う側も安心して使えるような気がします。というわけで、超長寿命で基本性能がしっかりした有名メーカーのとにかく軽い全部入り大容量機種が欲しい人、緊急高速充電や UPS 機能があって災害の備えとして安全性や保存性の高いリン酸鉄リチウムイオンモデルが欲しいっていう人にはぴったりかもしれないです。で、最新の価格情報やお得なキャンペーン情報っていうのが入りましたら下の概要欄でお知らせしたいと思いますので、ちょくちょく覗いてみてみてください。はい、これからもですね、この続きとか他にもいろいろ面白いもの作っていこうと思いますので、もしよかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。あと、いいねボタン、これだけがね、動画を作る上で唯一の心の支えになりますので、ぜひよろしくお願いします。あと、インスタ、ツイッター、サブチャンネルもやってますので、よかったら覗いてみてください。それではゴッチチャンネル GT ワークでした。